ロンドンブーツ1号2号の田村敦さんといえばどんなイメージを持っていますか？特に印象的なのはロンドンハーツという番組の MC を務めている姿だと思います。他には芸人ながら政治に関する発言も積極的にしています。また現在は結婚して子供もいますが、結婚前は数々の有名人と熱愛が報じられてきました。藤崎奈々子さん、若槻千夏さん、安室奈美恵さんなどといった芸能人との熱愛報道が多い印象を持っている人も多いと思います。こうして見るとどことなく芸人ながらスタイリッシュさのようなものを感じるでしょうか。しかし今回ご紹介するエピソードを知ったらそんなイメージも崩壊してしまうかもしれません。アニメオタク一直線。ある時から敦さんはとても濃いアニメオタクになっていきました。敦さんはラブライブサンシャインの大ファンで、このアニメを見てからアニメに対する偏見もなくなり、アニメの世界にどっぷりハマるようになったそうです。そんな中で自身のラジオ番組にラブライブのキャスト声優たちによるユニットアクアのメンバーが登場。この時敦さんは自分が大好きなアニメのキャラクターを演じている声優さんがいることに興奮を隠しきれず、アクアのメンバーを直視できなかったそうです。本当にラブライブが好きなのだということでしょう。また敦さんはある時自身のツイッターで唐突にアニメ誌を紹介し始めました。敦さんのツイッターはそれまでは自身の番組の告知や政治に関する言及などが多かったのですが、そんな流れを断ち切るようにアニメ誌の宣伝を始めたのです。その時紹介したのはラブライブの中でも特に敦さんが好きな渡辺陽というキャラクターが表紙を飾った雑誌でした。その雑誌では敦さんの推しメンが34ページにわたって特集で組まれており、まさに敦さんのために発売されたと言っても過言ではないアニメ誌でしょう。またその推しメンの誕生日にはなんと日付が変わった直後に祝福のツイートを投稿する推しっぷり。ラブライブ好きを公言してから1年以上推しも変えておらず、熱いオタクぶりが垣間見えました。そんな敦さんを魅了するラブライブサンシャインの舞台は静岡県沼津市です。そこへ敦さんはいわゆる聖地巡礼に訪れました。聖地巡礼とは一般的には宗教的な意味合いを持ちますが、この場合はアニメの舞台になった地にファンが訪れることを意味します。ラブライブサンシャインの場合は静岡県沼津市が舞台ということで、その舞台となった場所にファンである敦さんは聖地巡礼をしたのです。しかもただ聖地巡礼しただけではなく、ラブライブ仕様のラッピングカー、いわゆる板車に乗って訪れたのです。敦さん自身何度かアニメの声優を務めたことこそあるものの、割と最近までそんなにアニメに興味を示しているようには見えなかった敦さんでしたが、ラブライブをきっかけにすっかりアニメオタクになりきったようですね。運動神経弱々ももしん。数々の番組で MC をこなし、政治に関する発言にも積極的で、多くの有名人との熱愛も噂された敦さん。しかし実は運動神経が悪いということをご存知でしょうか？それが明らかになったのはアメトークとロンドンハーツの合体スペシャルでのことでした。アメトークといえば運動神経悪い芸人という企画で、フルーツポンチ村上さんの膝神、2021年に芸能界を引退したザブングル松尾さんの水神様、ガチ王など運動神経が悪いゆえの名物キャラクターを多く生み出してきた番組です。その中で敦さんが短距離走に挑戦。その強烈な走り方からモモ神と言われるようになったのです。モモを上げることを意識しすぎてなかなか前に進めず、モモ上げ運動をしたまま走っているかのような姿からこのように言われるようになりました。普段はスタイリッシュな芸風でありながら、その強烈な走り方はとても話題になりました。ただご本人曰く体幹は自信があるとのこと。その証拠にロンハーの慰安旅行企画にてある特殊なプールでサーフィンをすることになりました。一番長く波に乗り続けられるのは誰かを競った結果、なんと敦さんが1位に輝いたのです。モモ神の姿からはなかなか想像できないでしょう。ただサーフィンの乗り方自体はてっぴり越して両手をバタバタさせており、乗せずにも様になっているとは言えない感じでした。モモ神の衝撃的すぎる走り方は一部の視聴者から裏手も疑われましたが、サーフィンでのバタつきぶりからすると運動神経が悪いのは本当なのかもしれません。いかがでしたか？結婚前まではそのスキャンダルの多さからやんちゃな芸人というイメージ、あるいは
政治的発言にも積極的であり、数々の番組 MC を務めるスタイリッシュな芸人というイメージを持っていた人も多いと思います。しかし最近のアニメオタクっぷりやモモシンっぷりを見ると、そんなイメージも崩壊してしまうそうです。とはいえ、こうした一面は親近感も感じられるのではないでしょうか。相方の田村亮さんが闇営業問題に関わっていた時も、再びロンドンブーツ1号2号としてやっていけるように上に働きかけたり、自身の会社を立ち上げるなど行動力も抜群な厚さん、その行動力の高さが数々の熱愛報道やアニメオタクへの邁進ぶりにつながるのかもしれません。現在は結婚し子供もいる厚さん、ひとまず子供に見られて恥ずかしい思いをしないためにも、お父さんとしてモモシンの称号は払拭していきたいところでしょうか。今後も厚さんから目が離せなそうです。